先週のエピソード35で家を借りるか、た方がいいかね、はい、借りるかねなんていう話をしたじゃないですか。しました。で、その後ですね、あの急展開がありまして、<う>今、仮審査、銀行の銀行融資のローンの。持ち家の方に今、振ってるってことですか いい。うん。まあ、妥協点はもちろん多々あるんですけども、はいはい、その、タイミングでで、適タイミングと、うん。があって、あの、前から物件は知ってたんですけど、ほうほうほう。その、まあ、まあ、低層なんですよ。2階なんですよね。はいはい。で、2階で2階はどうかななんていう話をし,してたんですよ。で、ちょっとまあ、隣の建物も、まあ、まあまあ近いし、うんうん、あの、Google マップとかで見てみると、まあどうかななんていう話をしてたんですけども、こう、いろいろ見た後に、 そのこれもまあ、ね、見るのはただだから行くかって言ったら、意外にこう夫婦ともに、あれ、俺いいんじゃねみたいな、<laughs> いや、結構、低、あのーね、層だから、周りから見えるんじゃないかとか、近いとかっていうのを気にする人もいますけど、うん、僕も昔、2階住んでましたけど、そんなにね、その窓とかも、もうん、あのガンかン開けるタイプの家じゃなかったんで、うん、その何階に住んではそんな関係ないよほど高層階に住んで。ない限り まあね、周りの目はある程度気にした方がいいと思うし、うん、あとは何か,かあったとき、2階だとすぐこう、階段で出るそうそう子が、ね。まだいるからね、何かその災害とか火事とかあったときっていうのもあって、うん、まあその辺はまは別に考えを改めることもできるっていうのもそれ楽しみですね、うん、でもしん、まあ、審査か、そうですね<査>まあ分かんないですね、結構この段階で何か,かある人もいますし、まあ、まあ無事に、ね、通ったら通ったで。 そうね、スピード展開で、うん、ちょっとその辺はまだ <laughs>、このポッドキャストで定期報告することなのかって気もしいや、でも不思議なもんですよ、なんか他の物件、これ、南向きで、あの高層階で、なんか他のスペックも自分たちが望むものが入ってて、うん、まあ家賃ちょっと高いけど、でもまあ、これだったらいいかもねって言って見に行ったら、二人とも全然ピンとこなくて、うんいや、確かに数字とか全部書いてある通りなんですよ。 ですね、何も嘘を言ったりがあるわけじゃないですけど何、はい、か二人してここを張りる気持ちに全然ならみたいな感じになったし<ー>で逆にね今回の場合は全くマークしてなかったところにけどな何回か気になるからって言ったらじゃあそんなに気になるらいってみようっていうので言ったらあれいいかもみたいなまあ相性というかね、うん、そのなんかスペックだけじゃない何かみたいなう、ねね、そういうのがあるんだなと思ってちょっとこう不思議な感じ、うん、やっぱ空間入った時の感じとか自分が動線をイメージして わかんない、それまでの永山さんとか、自分たちの生活してきた家とかも関係してるかもしれないすね。こういうタイプに住んだことないみたいな。そういうのはあると思う。逆に住んだことあるから安心感がある安心感がある。っていうのがあって、ちょっとね、まだまだ分かんないですけども、冷たくね、お前に貸す金はねえって、あしらわれるかもしれないので、いやいや、楽しみですね、でもね、どこまで報告していくか分かんないですけど。確かに、確かに。 あとね、先週のアップデート言ったら、あの、エイブルトンライブっていうの使用期間で使って、音楽制作音楽制作お値段もまあまあする。あ、で、あ、そう調べたらやっぱり再販は公式で認められていて、あ、そうなんですね。そう、面白いですね。面白い、あの、ソフトウェアの売り方だなで、まあ、アップデートは有料なんですよ。で、その有料アップデートがまあまあするんで、まあ、そこできちんと、あの、取っていく。え、利益を回収しつつ、シェアも広げていくっていうので、まあ、そういった制度にしてるのかなってちょっと思ったりしたんですけども、それがたまたま使用期間が切れるタイミングで、まあ、 メールが来て、その、エイブルトンって会社から、はい、25%オフのセールを、あの、うん、週明けまでやりますって。<laughs> で、まあ、<お>で、これは、あの、その会社ってあんまり整理しないんですよ。 一年に一回やらないぐらい。二年に一回やるかやらない,いな。それがこのタイミングで。でもだ、これはもしかしてターゲティングされてんのかと。これ使用期間終わればわかるから、<laughs> 向こうから。はい,はいはいはい。だから、その、一ヶ月後にそういうメールを送ると思ったら、もう、大々的に、こう、このタイミングでセールだツイッターとかでもこう、騒いでて、<laughs> あ、マジでと思って。なんていうか、タイミングですね。そう。てはね。なんかもう、導かれるような気持ちになっちゃって。<laughs> こっちも <laughs>。 ちそうそう、これねうん、で、妻に言っ、うん、でささやかながらちょっとでも安くしようと思って、そのイントロ版っていって、一番安いプランからあの上げると、ちょっと安いんですよ、スタンダードなり、<ー>スイートなり上げるとはははは。いきなり高いの買うんじゃないです、うん、なんで、メルカリに出てたイントロ版を買って、うん、それをまず自分,自分のところに入れて、そこからアップデートして、さらにちょっとだけ、鈴木の涙だけ安くして、買っちゃいました買っちゃいました。<laughs> いやでも、やっぱなんでしょう、やっぱこういうのを聞くと、さっきの,あの家の話もそうですけど、そのタイミングって大事ですね、うん、なんかね、この話をして、だって別に普通にセールしてても、まあ、セールかどうしようかなって、ちょっと悩むじゃないですか、うんうん、なんかちょっと話をして、そう話もし紹介したし、し紹介もしてるし、使用期間もまあたっぷり使って、いろいろ楽しんだしなっていうのもあって、<laughs> その後、どうなんですか、その音楽制作の方はその後、ねまああの また継続して、だから、まあ、使用期間終わったらもうできないなと思ったんですけども、はい、まあ、それを継続して、あの、ちょこちょこいじったりしますけども、なんか、音源がたくさんあるので、もう、やり楽しい。楽しいっていうし、まあ、無限に時間がなくなるから、ちょっと <laughs>、 やりすぎないように注意みたいな感じですね。最近あのその話を聞いてユーチューブとかで結構音楽制作のユーチュノウハウだったり音楽作ってるのを紹介してるユーチューブ動画結構たくさんあるなってことに気が、ねうん、気がついてて一一本見るとレコメンドでたような動画いっぱい出るかです。あ出であれでなんかその十分であの余熱原子の原子原子のレモンを 作りにとかん、うん、<laughs> そういう動画とかをいっぱい見始めて、なんかこういうのできると楽しいよなと思うそうですね。そう、だから YouTube でも、ね、発表の場があって、ね、できる人はそういうところで発表することもできるし、はいね、ライブするだけじゃなくて、いろんなこう表現方法も、ね、ネットがあると広がってるから、楽しいなっていうのと、あとは、その、友達が欲しくなりますね。 例えばやっぱりこう、この年になって、例えばギターをじゃあ、改めて始めてみっかって始めたら、友達欲しくなったりとか、ボーカルないのかな、分かんないけど、だから僕は会社でバンド組んだりとかしまして、なんか、そう、横のつながりというか、欲しくなります、まあペイペイなんで、教えてほしいとか、あと、感想は聞きたいですね。 そのいきなりね、やっぱりインターネットとかライブとかって言ったら、本番じゃないですか、言ったら、ね、本番に出すっていうのは、ちょっとこうね、腰が引けるんで、なんか披露したりと、ね、じゃなくて、まあ、もうちょっとこう、ね、あの心理的安全が保たれた,た,れた状態で、楽しさを増幅するような <laughs> コミュニティみたいなのがあるといいなっていう。 雑誌にハガキ送ったり東方、東方ボーカルみたいな。<laughs> いなあと全部募集みたいなやつでしょ、うん、どうやって探すんですかねあの、ライブハウスとかに、あの、練習のスタジオに行くと音楽系のやつは、いまだにあの、貼り紙みたいな。あの、貼ってたやつが貼ってあったりとかしますし、 音楽コミュニティで,でもなんか結構ありそうですけどね,ねなんかあったりするのかなそれこそあの会を立ち上げてあのカレーの会みたいな感じで<ー> DTM たしなむ会みたいなみんなでこ、ね、なんかちょっともっ持ち寄ってっていうのをそういうのにも行ってみたいなとか、はい、もしやるんだったらそれ僕も持っていきますよ、ね、なるほど、はい、いいかもしれやってみましょうか今度、うん、なんか好きそうな人誘ってはいそうなんですなんだそんな感じでちょっと珍しく週を 次の,日次の週にこうアップデートがあったみたいなことがありました、ね、のちょっと今回も映画とドラマというか、ネットフリックスのドラマと映画の紹介なんですけど、うん、あドラマかあ違う、ドキュメンタリーか、えっ、ー、とですね、ザ・シェフショー、だから料理は楽しいっていう。 ドキュメンタリー料理番組があるんですよこの,この週末6月の上旬に公開され始めたやつなんですけど<あ>これだ新シリーズ新シリーズ新シリーズ<や>まあまあそうですね、えー、でこれ何かっていうと、えー、ジョン・ファブローっていう人が、えーまあ、ホストになってジョン・ファブローとシェフのロイ・チョイっていうその2人の人が、うん、なんか料理をして食べるだけの番組なんですけど、うん、ジョン・ファブローさんは あのー、アイアンマン1、2の監督、<ー>そしてアイアンマンにも、あのー、ハッピーホーガンとして登場してるんですよ。ハッピ,ホー,ハッピーホーガンだっけハッピーか、ハッピー、あのー、スタークの助手みたいな人、太っちょのおっちゃんみたいな、あの人、監督なんです。えー、あそうなんですね。監督で、えーその、役者もやってて、えー、でその人がその料理が好きで。 でそのシェフショーっていうのを始めたんですけど、このシェフショーの前段階にその振りがあって、えー、そのジョン・ファブロが監督として撮った映画があるんですよ、シェフ、三つ星フードトラック始めました。それ、なんかトレーラーだけ見た、なんかウォッチリストに入ってた気がする、はい、あれはねその、要はアイアンマンとか撮った後に。 そのまあ、料理が好きだから、料理関係の映画を作りたいってことで、うん、その彼が撮った映画なんですよね、でこの映画を見ると、すぐ面白くて、まあそのくて、話はすぐわ分かりやすくて、えー、まあこう離婚して、間に子供が一人いるそのシェフ、うん、カリスマシェフがいるんです、うん、でまあ料理を作るんだけど、その雇われシェフなんで、うんえー、メニューに自由が聞かないんですよ、うん、店のオーナーが、俺が決めたメニューを作れ、お前はみたいな。うんうん でそのすごい食のブロガーがやってきて、すごいブロガーが来るから、俺はそのすげえ自分の料理を作って試させるんだってって、やろうとするんだけど、そのオーナーがやってきて、いや、お前はもう決められたメニューを作れみたいな、あなるほど、んそんなこう自分を出すなと。なそうそう、うん、ストーンズのライブに行って、サティスファクションが流れなかったら、ボード起こすだろみたいな、<あー> <laughs> <laughs> みんなこの決まったメニューを食いに来てんだなるほど、ね、お前はその創作料理作るんだと言って。うん で決められたその昔も何年も続いている料理を作った結果、うん、そのブロガーにブロックそに叩かれるんですよ。<ー>でそ、そのシェフはあのー、インターネットのことよく分かってないんで、子かそにツイッターって知ってるかみたいな、うん、ツイッターってどうやんだっ,つってアカウント開設してもらって、ツイッター見たら、ブロガーおよびフォロワーがその自分のレストランをすげえ悪く書いてるわけです。うん、で何にもかかっってててないから返信って押して お前はなんとかなんとかって結構、卑猥な言葉で、あおる言葉を書いたら、本人は DM のつもりで書いてるんだけど、めっちゃパブリックに、パブリックにそれが公開されて、大炎上してしまって、職を失ってしまうなるほど、であのタイトルにあるように、三つ星フードトラック始めましたっていう感じなんで、屋台の、大きな車、ケバブとか、そういうの売ってるような、あれですよね。あれを借りて その子供との親子の愛情も取り戻すし、ね、その料理の、絵のその原初のその、自分がもともと持ってた情熱を取り戻していくっていう話なんですけど。で、このような料理がめっちゃうまそうなんですよ、このシェフっていう映画の中の。あ、その映像としててる、映て作ってる料理が。で、多分本当に好きなんだなと思って、<ー>ご飯が。<laughs> で、そのザ・シェフショーは、その多分料理を監修してくれたシェフと一緒にやってるんですよね。うん、で、このジョン・ファブローさん、そのマーベル関係とつてがあるから、うん とりあえず番組の人気を出すためかもしんないけど、その第1話のゲストがグイニス・パルトロなんですよ。<laughs> <laughs> グイニスがやってきて、なんかペッパーポッツになんかなんだっけペッパーポットっていうなんか料理を作るぞとか,ええとか言ったり、第2話とかにはあのスパイダーマンのトム・フランドとかあのロバート・ダウニージュニアをゲストに呼んで一緒に飯食ったりしようぞっていうい、捨てを使いまくってるんですけど。いいですねその、うん 切相のなさという切ない感じが良くてね。で、あの、しかも1位はしかも料理も、まあ、うまそうなんですよ。うまそうだけど、あの、男の作る、あの、適当料理というか、あの、うちの奥さんと見てたんですけど、例えばなんだっけ、とねなんとかっていう、その小麦粉みたいなやつを混ぜて、粉を混ぜて、水に混ぜて、うん、練って、えー、生地を作って、それをこう、四角を切って、あげ、あげる、なんか伝統的な料理があるんですよね。で、あげたやつにこう、えー、 粉をかけるという。うん、で、その、伝統的な料理があるんだけど、その作り方が、箱に書いてあるのに分量とかが、もうすげえ、目分量で、この、測る上に、その、もう最終的にもう、以下全部入れちゃうから、ここ全部、ひっくり返すんですよ。<laughs> それを言ったら、うちの奥さんが、測んなきゃ,測なきゃダメじゃんみたいなその、うん、そう思いますよ、ね、女性は、女性はっていうか、普通はそうじゃないですか。うん、そうですね。 で、適当にやって、でもそのプロのシェフも、いいよいいよ適当でつって、混ぜてて、ネチョネチョしながらこう作るんですけど <laughs>、で、まあ、できるんですよ。で、食って、で、どうだこれ、あの、初めて作るわって、そのプロのシェフも、今までその、まあ、水に混ぜるだけって知ってたけど、ちょっと、敬遠してたんだよね、これはね、って言いながら、まあ、いわゆるホットケーキミックスをミックスするのんですよね<ー>。で、ではね、つって、こう、で、あげて、粉、粉砂糖を振って、食べて、なんか、あれだね、なんか、 こう食べた瞬間に、ジョン・ファブロがその箱見て、あ、これ賞味期限1年前だった <laughs> <laughs>。なんか1年前の味がすんな、これ、みたいなこと言うっていう、普通料理番組であります、そんなこと。すごい、あそゆるいというか。ゆるい。ルーズな感じの料理番組なんですね,な,ね、うん、なんかすごい、まあでも料理って楽しいよなそ僕その面白くなっちゃって、僕もそれ見ながら、うん、昨日夜見てたんですけど、 見なながらなんか僕も料理作りたくなってうん、うん、そのリビングでそれを見ながらあの小松菜を切って揚げとしめじでちょっと煮物を作るみたいなこっちは和風ですけど <laughs>、はい、やっちゃいましたね、これなんで結構ねあの料理好きの人は割と見ると面白いかもしれないです、<laughs> ロバート・ロドリゲスって書いてあるよえロバート・ロドリゲスも出るの、うん、すげえ、僕まだ1位はしかちょっと見てないんですけどね。 ロバートル・ロバートルドイゲスも出る。本当だ。スカーレット・ヨハンソンも出る。すごいな。ゲストが無駄に豪華ですよね。本当だ。ロバートル・ドイゲスと一緒に。そもそもロバートル・ドイゲスはあれ映画監督だからんです。<laughs> 別に料理がどうのこうのって人ではないでしょ。いや、まあでもほら。ね、映画に出てきた。あの料,理た映画の料理みたいな、ね。の料理みたいな。あ、そうそう。その1話で、えー 作る料理が、シェフっていう料理で、あシェフっていう映画で作った料理をいくつか作るんですよね。揚げ物もそうだし、うん、なんかあのパンを、食パンを、食パンみたいなやつをそのグリルで焼いて、上にチーズを乗せて、じゅ、うん、ーって圧力をかけて、チーズが上からこうにしみ出ていもうこれだけでうまそうじゃないですか、うん、それを作ったりするんです。えー、でこれはあのシェフの時には、こういうの、ジョンが横から取ったんだよとかって言いながらこう作ってて。 あ,あ、映画のその。映画の、なんか、映画のアングルで横から撮って、この、銃で出てくるのを見たんだよね、とかって言ってて、うん、すごいね、面白いですよ、これ。えー、でも、なんか、不思議な形式の、あ,あの、番組なんですね。なんか、あのー、予算は、まあまあかかってますよね。予算人件費がすごい、みたいなね。人件費はすごいと思う。<laughs> うん、し、うん うん、んでもそのセット、セットとかはそういうのは、そんなにこうお金はかかってるわけじゃないですよね、セットとか,トとか材料というかねそうですね、うん、割とまとキッチンは普通だし、普通っていうか、なんでしょうね、この NHK の3分、今日の料理をちょっと無駄に豪華にしたような感じ、<ー>平野レミがジョン・ファブローになった感じなんですかね、<laughs> あのいいですよであの、それ見てて思ったのが、海外の人って、料理用の,その手袋というか、 えー、食品衛生的な感じの手袋あるじゃないですか、なんかね、黒の手袋してるんですよ、黒もあるんですかね、なんかねく、ビニールなのか、なんだかわかんないですけど、なんか黒い手袋をして、なんかやってるシーンがあって、うんなんか日本であんまり見ないなと思って、日本って結構白っぽい、白とか透明が多いですよね、ねだからなんかあの、マスクの黒があるみたいな感じで、手袋もあるのかなと思って。でも黒よ、ね、汚れが目立ちにいと <laughs> こっちで実は血とかついてたやつを野菜につけちゃったとか <laughs> やっちゃうね。いなやっちゃいそうだなとか思うんですけど。な,なんか別な理由があるのかな<あ>のこんなものとかは逆に目立ってわかりやすそうですけどね。はい。じゃあ、ザ・シェフショーはネットフリックスで見れて、えー、シェフ三つ星フードトラック始めましたの方は今アマゾンプライムで無料で見れますんで。うん、今無料なんだ。今無料で見れます。ぜひともおすすめでございます。はい。そうで、シェフつながりで先週末かな 家にいなきゃいけないときに、娘となんか、映画、見れる映画ないかなと思って、レミの美味しいレストランってピクサーの、はい、ピクサーのピクサーの、うん、ちょっと前ですよね、映画ちょっとね、まあ、見たら、うん、これが、えー、2007年に公開された、もう12年前、うん、えっ江戸が一周回ってますね、俺ね。マジか、すごい、クラシック映画を見せてしまいましたね。ク <laughs> クラシックとも言わないけど そう。うのを一緒に見て、前も、あ、前は予告編だけ一緒に見て、これ見ようかなんて言ったんだけど、なんか、あんまりピンと来てなかった感じだったんですけども、まあちょっと年を4歳になって、娘も一応最後まで見れるみたいな感じに。2> えー、2歳の子はちょっともう途中で飽きちゃって全然ダメでしたけども。オリジナルのタイトルはラタトゥイユ、ね、ラタトゥイユそ,そうですね。ラ,とラタうん。ネズミが、ネズミが、そう、あらすじとしてはネズミが、 そのすごく舌と鼻の利くネズミが料理人になるために料理になるためにというかねその料理人たまたま料理をしなきゃいけない状況に置かれた青年とまあタッグをまあ変な単語タッグを組んでしまってそのままこう料理を作って評判を得ていくだけど実はネズミでこれが世にばれたらどうなるかみたいなそういう感じの話なんですね海外はあれなんですかね海外もやっぱりネズミっていうのはちょっとこういや海外の方がたぶんネズミ やばい、ねあ。やばい。で、フランスの、まあ、舞台にしてて、はい、まあ、やっぱりペストとかもあったし、<あ>もう、ネズミいうのはうベースでも不潔の極みなわけですよね。あの、僕、多分僕らが考えている以上に、そういった感覚が強そうな感じがしました。その映画の端々に出てくるものに関しては。だから、うね、うそう、ね、どうしてかっていうと、一番最初に一軒家に、まあ、その、パリ、まあ、まあ、 都会のレストランに行くんですけど、その前はずっと田舎にいて、はいはい、その田舎にその住みついてる家に今レシピ本があって、まあ、そこで勉強するんですけども、そのレシピ本を所有してるおばあちゃんはネズミが超嫌いで、ネズミを見たらこう銃をぶっ放すみたいな。<laughs> <laughs> 銃ぶっ放すと相当すそうですね。うん、みたいな、そういうあのシーンが出てきたりとかするぐらい、意味嫌われてる存在だっていうのが、まあ、最冒頭からやっぱ出てくるんですよね。なるほどね。うん どういうテーマかというと、まあ、料理っていうのはまあ楽しいもので、こ誰が作ってもいいんだよっていうのが、まあ、その、えー、主人公たちがこう参考にしているレシピを書いた、その、まあレ、そのこう伝説となったシェフの言葉なんですけども、うんうん、まあ、その、誰も作ってもいいっていうのも、ネズミに限らずみたいな、そういう感じの話で、まあ、そういうのが、こう、いいなと思って、やっぱり料理、こう、楽し、い 楽しさは、うん、子供もちょっと最近分かってきてて、手伝いをね、がるようになってきたんで、うん、まあちょうどいいタイミングでこう見れたなっていうのと、あとまあ今までこうピクサー映画ってこう、そんなにこう自分では見るっていうのはなかった自、自ら見るっていうのはなかったんですけども、こうまあ子供と見るのはすごくこうめちゃめちゃ楽しいっていう,こう体験があって、うん、か今後もこう隙を見て、うん、ピクサー映画。別にピクサーに限らないてもいいんですけども。まあでも、その昔、 まあ、子供がちっちゃかった頃はちょっとまだ早いかなと思ってた映画で、あの面白いやついっぱいありますからね。うん、そうだからまあ、なんか、ピクさんも変に自分で見ずに、にあえて子供と子供と一緒に,一緒に見ようみたいな。うそうちょっとね、ネズミの暗い、暗いところにネズミがいて目が光るシーンとか、まだちょっと、ね、怖いとかって急に言ったりするんですけども、あ<ー>鼻筋の大筋は大体は分かってるみたいだし、僕も自分、自分が子供の頃に映画を見て面白がってたけど、その、 その時に面白かった映画を大人になってから見ると、あこういう意味もあったんだって分かって、二度面白いみたいな、うんうん、結構あると思うそうですね、なんか、ピクサーの映画自体もいろいろメッセージがありそうなので、うん、なんかまあ、子供の時に見て撮る感覚と、また大きくなってから受ける感覚って違いそうだなって感じもするし、そういう意味でもいいなと思うん、どうなんですか、料理に興味持ったりするんですか、お子さんは。 料理に興味、そうですね。もう今は結構一緒に、うん、なんか、キッチン立って包丁、あのなんか切りたいとか混ぜたいとかっていうのは言ってくるんで、うんうん、僕もまあ、料理するのは嫌いではないので。むしろ嫌いじゃないっていうか、好きな方で。まあまあ、そうですね。まあまあ、好きですね。そう。週末、久しぶりにカレー作って。あ、作りました。うん。度は何カレーインドか、インド風。いや、まあ、久しぶりだったんで、チキンの、そうですね、インド風で、ココナッツミルクをちょっと多めに。 入れて、<ー>ま、なぜかっていうと、缶、缶のココナッツミルク開けたら、まあ、全部使うんですよ。全部入れないけど、まあ、ちょっと多めにしようだから、えー、ココナッツ風味が強いやつで、ココナッツはあの味は子供平気だったんで、なんか喜んで食べてましたね、子供も。いいね、そう、おしゃれ料理が作りたいですね。僕もだってその料理シェフショーとか見て作ったのがその、煮物っていや、いいじゃないですか <laughs>。煮物。いや、もうちょっとこうなんか、欲しいですよね。なんかその、 粉を出して、こねこねしたりかあ<ー>なんか、一緒にこうやる、ね、切って煮るだけっていう、単純なものに行き着いてしまいましたそ、ね、ラタツイユって、なんかちょっと調べたらその、なんていうんですかね、料理の名前でもあるんだけど、すらそのまずい料理とか、粗末な料理っていう意味でフランスの、まあ、スラングというか、そう,なんそういうふうにも使われるらしいんですよ。その え、要は似てるだけじゃんみたいな。もともとなんか軍隊とか刑務所で出されるような料理だったんで、<ー>日本でいうその臭い飯を食わせるみたいなニュアンスでラタトゥイユでも食っとけみたいな、そういう表現を、あがあるらしいんですね。なるほどね。なんで、ラタトゥイユこっていう、あの、料理自体も、その、あ、現代がラタトゥイユですけども、自体も、こうか、格が低い料理として、うん。だから、 あの、まあ、ちょっと決定的なシーンでラトデュー出てくるんですけども、ま、なぜそこでラトゥーが出てくるのかっていうのは、まあ、実は、そういう、こう、そういうかその、料理自体にも格っていうのはねえんだよと。はいはい、はいうん。別にそのコースで出てくる料理が偉くて、家庭料理が格がしたとかそういうのもねえんだよっていうのも、まあ、実はこうストーリーの中のメッセージとして、まあ、あったりとか。なるほど、なるほど。いうのもあって。ま、日本でいうところなんでしょうね、その、ごったにというか、煮物ってま、確かにその、 庶民的というか庶民的というか、まあね、簡単な、もちろん高級料亭の煮物とかもありますけど、どっちかっていうと、家で簡単に作れるみたいな、例えば、たんそういう感じだと思う、まあいろいろ切ってね、ざっとオリーブオイルで炒め煮みたいにする感じなんで、うちでもたまに作りますしね、トマト缶とか作別にそんな難しくないし、ああなるほどね、そういう、じゃあ、ネズミっていうのはラットもそうだし、ラットが入ってるのもそうだし。そうういいいろろ いろんな意味が。かけがあって、現代、まあ、まあもちろんだからね、現代も頭を使われ作って書いてるんで、うん、レミの美味しいレストランっていう題はね、わ、まあね、かりやすくはあるけども、現代もないやそういう面白さがあるんだなというの。正直あの、ラタトゥユっていうタイトルで、お客さんが入る、はい、んですよね。日本ちょっと難しい。やっぱりそフランスのそういった文脈がやっぱりあるからとかじゃないとね、うん、やっぱ難しいかなっていう。確かに。 まあ、ピクサー範囲わ割と現代ね、そういうの多いっすね。多いですね。<laughs> あの、カールおじさんの空との家もね、うん、アップでしょ、うん <laughs> その。逆にアップからカールおじさんの空との家を出すのもすごいなと思いますけど。うん、ね。あなた、<laughs> 日本の大日本のやっぱアニメーションは、あの、宮崎駿さんの影響があって、こう、何々の何々。はい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 。みたいな構成にする、あの、のが多いんですよね。レビィのおいしいですと。 そうそう宮崎あの、ジブリ映画で、なんだっけ、「の」が入るとヒットする、風、うん、の谷の「の」とか、「とか隣のトトロ」とか、うん、なんかそれを踏襲してるのかな、レミーの「おいしいレース」ですから、まあ、ある程度、その辺をかけてると思いますけどね、同じアニメーションのジャンルだったりとかするし、うん、えー、面白いもしい、ちょっと料理ね、また、あの長山さんの,そのカレーを作る会とか、またちょっとそうですね、カレーをまたちょっと復活させていきまいすカレーと DTM を作る会をやりましょう、ね、同時にやる。<laughs> でもカレー会でなんか音楽流しながらねなんか DJ、DJ <あ>する人もいて、カレーを作る人もいていったら面白いねっ話を実際にあのカレー会してる時きにしてたんですよ。なんでまあ、ね、あの別にこうバンドが出演しながら脇でカレーを作るとかいいその時に僕があのビデオカメラ持ってあのなんか料理の鉄人みたいにおっとここで <laughs> スタジオカメラみたいな永山さんが何をココナッツミルクを投入したみたいなそういうのをやりながら。<laughs> <laughs> やってもいいですけどね。その料理自体はね、地味なんで、わ、まあ、かる通り。<laughs> <る>作業自体は。黙、はい、もとするんで。だからね、音楽、別なエンターテインメントが途中にあると、面白いこうみんな行っても楽しいみたいになるかなっていうのもあったんで、そういうのもありかも。わかりました。はい、というところで,で、ね、今週は、こんな感じですかね。はい。はい。皆さん、引き続き、はい、チャンネル登録と、レビュー、はい、もしくは、 えー、お友達におすすめとかね。そうですね。<laughs> こういう、最近こんなの聞いてんだって。聞いてんだよ、みたいな。はい。大丈夫です。その、おすすめだからといって、あなたの人格が疑われたりすることは、まずないと思うのですないですないかな <laughs> ないないない。<laughs> <laughs> ないですね。はい。まあ、ぜひぜひ、はい、あの、引き続き、応援の方よろしくお願いいたします。はい。はい、えー。では、皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。